ギャラクシティ・ギャラクシティとは、東京都足立区栗原にある文化施設群の総称。西新井文化ホールと、子供未来創造館からなる複合施設。1994年3月開館。もともとは、都営住宅だった敷地で、ギャラクシティ建設とともに、都営住宅も建て替えられた。従来、財団法人足立区障害学習新高校舎が運営していたが、 2005年4月1日より、足立区教育委員会青少年センターに運営変更された。2011年10月から2013年3月末まで、リニューアル工事のため、西新井文化ホールも含めて全館休業した。2013年3月に報道陣と周辺住民に事前公開及びオープニングイベントの後、2013年4月1日に再開した。 回収費用は約21億円。従来は、足立区が運営していたが、指定管理者に委任されることとなり、3社の共同企業体、足立未来創造ネットワーク、JTB コミュニケーションズ、日立ビルシステムが、プロポーザルで決定した。指定期間は2013年4月1日から2018年3月31日までの5年間。各施設群が設置されている。 この他にも喫茶室などもある。西新井文化ホールは、足立区の音楽活動の中心ともなっている劇場で、約900席の座席を有し、吹奏楽のイベントなども行われており、足立ブラスバンドフェスティバル、全日本吹奏楽コンクール、東京支部大会等が開催されており、複数の楽団が本拠地にしている。足立区子供未来創造館は、プラネタリウム上映を中心とした、 マルチ体験ドームや高さ7.5メートルのロープ式、クライミングウォール、大型ネット遊具をはじめとする各種遊具、音楽室等を備えた子供を中心とした文化施設。2011年までは、足立区子供科学館という名称で、科学展示室、プラネタリウム、コンピュータルーム、研修室等の施設を備えていた。 科学展示室は2005年9月30日で終了し2006年4月から青少年センターとなっていた。2013年4月の全面リニューアルで子供科学館と青少年センターを統合し名称変更された。プロジェクターにはコニカミノルタプラネタリウム製で直径方向の解像度が7000ピクセルのスーパーミダグロブ 27K を備える。 南米地理共和国の鉱山山頂にある世界、最高地点の天文台、東京大学、あたかま天文台からの中継性手画が一般公開されている唯一の施設である。ありがとうございます。